これから6回イーグルスの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。中塚が2番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。2番バッター鈴木、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ライオンズリードで迎える6回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあそうですね、一発だけは気をつけたいですよね。丁寧なピッチング心がけてもらいたいですね。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者のロメロ、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打った、高く上がった、この当たりはどうか。ここはセンターが抑えています。アボックス浅村、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトになっています。さあ仕留められるか、よく見ています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。三振です。スリーアウトチェンジ、反撃したい楽天でしたがここは三者凡退に終わっています。これから6回イーグルスの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。中塚がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。ロメロがバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ライオンズリードで迎える6回です。落ちる球できました。これはサードライナー、バッターは4番浅村、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーなし、バッターよく見ました。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました、ファールグラウンドへのフライです。中村が掴んでツーアウトからということになるので、まあ、大事に大事に投げてほしいなと思いますね。これで2点差に変わっています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。変化球空振り、アウトコースで丁寧なピッチングで三振です。そうですね、いいコースに行きましたね。はい、怖いバッターでしたが。